なんやねんこいつ。敗者に罰を与えるために作られたロボット、ドロドロンバット君だよ。そんなね、分かったでしょ。君たちに与えられた道は2つしかない。このゲームに勝利するか、あるいはドロドロンボット君に処理されるか。やだやだ、僕はあんな風になんかなりたくない、なりたくない、なりたくない。これは冗談ってわけではなさそうね。ああ、やらなければやられちまう。自分の身を守るには先手を打つしか。レイチョ、ここはピエロピの言うことに素直に従った方が。やむを得んな。みんながそのつもりなら私だって。霊長、気持ちはわかるけどやるしかないみたいだよ。うん、バニラだって本当はこんなことしたくないけど。あ、いいねいいね、ノリノリになってくれたみたいで実に嬉しいよ。それじゃあ映画を超えるハイパースプラッターなリアルデスゲーム、張り切っていってみよう。ピエロロロン！ねえ、私のノルマンは誰なの？シューコのノルマンを知ってる人？そんなもの、尋ねたところで無駄だろう。馬鹿正直に名乗り出る者がいるとは思えん。それよりモーちゃんのこと、このままほっといていいのかな？もしもモーちゃんがノルマンのバングルを盗み見てたとしたら。この野郎！みんな頭悪いよな。このゲーム、情報を制する者が有利だってこと、あいつらは理解してないらしい。なあ、レイチョ。俺には作戦がある。手を組もうぜ。このゲームの勝者は一人だけだが、ピエロピは協力すること自体が禁止とは言ってなかった。俺はお前のことを買ってるんだ。最後の二人になるまで協力して、その後はお前が勝って魔法の鍵を手に入れりゃいい。なーに、俺のことなら心配するな。あの気持ち悪いロボット、ドロドロンボットになんて捕まったりしねえからさ。いいから早くこっちに来いよ。協力する証にバングルを見せ合おうな。さっき俺はこのゲームは情報を制する者が有利だって言ったよな。だがその情報を手にするのはこの俺だけだ。甘いやつだ。
簡単に他人を信用するなんてな。頭の切れるやつだと思ってたから、初めに潰しておこうと考えたんだが、所詮この程度だったか。じゃあな。どうした？あ、信頼の印にバングルを見せ合おうぜ。チッ、頭の切れるやつだ。やはり面倒なことになる前に潰しておくか。おい、モーちゃん！お前、ほんまに自分のノルマ知らへんのやな？知らないよ！知ってるわけないだろ！じゃあ、あんたのバングル見せなさいよ！じゃあってなんだよ！全然関係ないじゃないか！ねえみんな、聞いて。一つ提案があるんだけど。提案？やっぱりやめない？デスゲームなんて。どうしていきなり。私が科学者の娘だっていうのは知ってるわよね。で、論理的に考えてみて気づいたの。こんな風に争うのは得策じゃないって。私たちが疑心暗鬼になるのは互いのノルマがわからないから。だったらいっそのことみんなでバングルを見せ合いっこすればいいじゃない。バングルを見せ合う？タッツンなら分かってくれるわよね。え、僕？私たち友達でしょ。友達って信じ合うものじゃない？そうだけど。じゃあまずは私たちから見せ合いましょうよ。でも大丈夫、私も同時に見せるから。それならフェアでしょ。うん、決まりね。せーの。え、ニョロのバングルに表示されてるの？制限時間6分前まで自分のバングルを誰にも見せないってことは、これでまずは一人ね。まったく、ニョロちゃんってば作詞だな。あのガリベンメガネ、タツン君はこのゲームの負けが確定したんだ。負けが確定した？さっきのタツン君の言葉聞いてなかったの？タツンのノルマは制限時間6分前まで自分のバングルを誰にも見せないだった。でもそれをニョロに見せちゃったから。まあそういうこと。ニョロちゃんはそれを知ってたからあんな取引を。じゃあタッツンはあのロボットの中に放り込まれて。くっくっく、もうドロドロのドロドロンかもね。それではめちゃんこ親切な解説は以上ってことで、ピエロ。ニョロ、一体どうした？何か文句で。いつものニョロならあんなこと。だってしょうがないじゃない。今はいつもじゃないんだから。ニョロ。みんな、聞いてくれ。俺のバングルには。レイチョのノルマが表示されてたんだ。レイチョのノルマはな、誰かの背中にタッチすることだ。兄貴、どうして？
みんなの力を借りようと思ってな。それで教えることに。背中にタッチって何や、その簡単なノルマは。すぐに達成して一抜けされてしまうではないか。ああ、そうなんだ。だからここは協力してみんなで霊長潰しておかないか。このゲームに勝てるのは一人だけ。レイチョに背中をタッチされたら、私たちはみんな敗者になる。そうしたら我々はあのロボットの中に放り込まれて。そんなの嫌よ、絶対に嫌。ああ、それを阻止するにはレイチョ、先にお前を。みんな行くで。観念しろレイチョ。逃がすな。うまくいったぜ。せいぜいやり合って頭数を減らしてくれ。バニラ、ポチはそっちから来たんだね。うん、この遊園地外側の通路がドーナツ状になってるみたいで。っていうかこの状況でまだゲームとかしちゃってるの？これをしてると落ち着くんだよ。ところでレイチョ、一つ頼みがあるんだけど、こっちに来てくれない？じゃあお願い。やっぱり思った通りだ。どういうこと？なるほど、レイチョのノルマは誰かの背中にタッチするじゃな、つまりお兄ちゃんは嘘をついてたと。許せない、血のつながった実の兄とはいえ。ううん、実の兄だからこそそんな卑怯な真似をするなんて。でももしかしたら兄貴のせいじゃないのかも。兄貴も他のみんなと同じでいつもの兄貴じゃないみたいだったから。そういえばみんななんか様子がおかしかったね。もしかしてあのポットの中で
何か変なことをされちゃったとか。変なこと？例えば洗脳みたいなこととかさ。洗脳か。だけど何のために？そりゃもちろんこのデスゲームに積極的に参加させるためにだよ。とにかく少なくともここにいる3人だけは理性を保ってるのは間違いなさそうだね。だとすると僕らがやるべきことは一つしかない。3人で協力してこのデスゲームに勝つんだ。え？そのためにはまずお互いにバングルを見せ合う必要があって。ちょっと待って、それって正気で言ってる？うん。洗脳されてるわけじゃなくて？僕はまともだよ。いいからバニラ、そのバングルを見せてよ。うん、わかったよ。って言うわけないでしょ。さっきとツンは自分のバングルを見せたせいで。はい、これ兄貴のノルマ、自分以外の全員を脱落させる。それからこれはタッツンのバングル。さっき落ちてたのを拾ったんだ。どうやら脱落した人のバングルは外れる仕組みになってるみたいで。関西のノルマ、制限時間7分前まで血を流さないね。これで分かったでしょ。バニラがバングルを見せてもタッツンみたいなことにはならないって。だけどまだレイチョのバングルは見せてもらってないし。何よそれ、見せるつもりはないっていうの？そっか。ってことは。え、そんなずるいよバニラ。ずるいも何も、勝手にバングルを見せてきたのはそっちの方じゃん。うん、ごめんね、二人のこと疑ってるってわけじゃないんだけど、どうしてもバニラのバングルを見せるわけにはいかないんだよ。だからとにかく二人とも頑張って。それじゃあね。バニラ、参ったな。作戦失敗だよ。バニラは洗脳されてる感じじゃなかったからバングル見せてくれると思ったんだけど。ま、後悔してても仕方がない。今やるべきことは一つ、みんなのノルマ達成を阻止するんだ。レイチョ、こっちに気になるものがあったんだ。いろいろと調べながら進んでみよう。イグジットってことはこれ。やっぱり鍵がないと開かないか。あの鍵穴に魔法の鍵を差し込めば。